せーの、はい、どうもこんにちは。こんにちは。ブラザーズキャンプチャンネルのタクト、ミッシーと杉です。本日はですね、3人が、行ってよかったキャンプ場ベスト3ということで、各々一つずつ、過去に行ったところで良かったところを、紹介していきたいと思いますので、ぜひとも最後までご覧ください。それではレッツキャン、ブラザーズキャンプチャンネル。はい、ということで、じゃあまず僕から行きましょうかね。はい、ニッシーから。ニッシーから、はい、お願いします。はい、僕も行ってよかったキャンプ場は、和歌山県の小石高原キャンプ場です。まあ、そのなぜよかったかというと、はい、まあ、ここにはスリーと2人でいたんですけど、あれはだって真夏でしたよね。あれは8月です。結構暑い日に行ったんですけど、なんか結構涼しくて、まあ、高原、小石高原っていうだけあって、かなり涼しくて、夜はもう快適でしたね。全然暑くなかったね。そうなんですね。で、まあ、夏でも快適に過ごせるということで、まあ、まず一つ、うん、はい。あとは何といっても、景色がいいんですよね。見晴らしがすごい良くて、まあ、夜景もすごい綺麗で、うん、これはもうぜひカップルで行ってほしいですね。なんか多分今の時期ぐらいになると主食が多分あれとって多分綺麗に出るんじゃないかなと思います。地域で結構有名なところで、この感じの上の方が安全、多分見れる。外国人のドローン飛ばしたら、そうですね。ちなみにドローンは禁止という禁止なんですか。あ、そう。撮影から見ると、飛ばすんだな、これ。まあ、夏でも過ごしやすい景色が綺麗ということで、ぜひ一度行ってみてほしいなと思います。ちょっとまあ、ファミリーは多めなんで、まあ、ちょっと隠されてるサイトなんで、横との距離はちょっと近めなんですけど、そうですね。まあ、実際行ってる動画も ありますので、ね、それは2人ソロキャンプということで出しますので、概要欄の方に貼っておきます。ぜひご覧ください。はい。はい。私の方は以上です。ありがとうございました。そしたら、次の方、次行きます。僕の方がですね、大阪の、能勢町っていうところにある森のテラスっていうところですね。でそこが、企画されてるサイトで、1サイト1人で行ったら確か2500円なんですけど、昔なんか2000円なんですけど、ちょっと値上がって、まあ、2500円になってて、車の駐車スペースが1台であるところで、まあ、1サイトは多分3人ぐらいまでだったら多分行けるぐらいの広さだと思うんですけど、まあ、結構下が砂利みたいな、あ、まあ、タクトも行ったことあるんですけども、下が砂利になってて結構水はけがいいので、まあ、少々の雨やったら、まあ、しのげようかな。あと森のテラスっていう名前だけあったら木がいっぱい生えてて、まあ、森の林間サイトになってるんで、まあ、雰囲気がとてもいいところで、で水場の方がお湯が出るんですよ。なかなかお湯が出るところってキャンプ場ないと思うんですけど、まあ、冬場これからの時期とかやったら結構お湯出るところはありがたいな。どうしようかな。どうするシーズンやってるはず。うん、でこれからやったらどうしようか。ほんま土日とかもまずいっぱいやし、インターネットから予約するんですけど、まあ、電話予約は確かなしで、
もう土日いっぱいでほんまに2、3ヶ月先も全て埋まってる状態なんで、土日は行きにくいですけど、まあ、平日休みある方とかだったらそろって行きやすいところが、まあ、場所によっては、まあ、ハンモック泊とかもできるところもあるんで、数ありますね、選べるね、30サイトぐらい、30ちょっとぐらいサイトあるんですけど、場所によっては木生えてるタイミングでは半分立ったりできるんですけど、ぜひ行ってみてください。以上です。はい、ありがとうございました。それでは最後、タクの方が、おすすめするキャンプ場の方を紹介します。僕はですね、大阪の貝塚ですかね、南の方にある渓流園地っていうところなんですけど、まあ、そこは区画されたらほんまの、まあ、野営地になるんですかね、ここって、まあ、フリーサイトみたいな感じなんですけど、まあ、車の横に行って、まあ、できる場所とできる場所あるんですけど、基本聞いてもできるところがほとんどなんですけど、まあ、あの大阪の中でもその野営地っぽさを感じるっていうか、キャンプ場っぽくない、っぽくないで、結構その山の中でやってる雰囲気を味わえるかなっていうところで、はい、むしろ苦手なんですけど僕は、ね、ただまあ雰囲気としてはすごくいいところかなと。川が流れてるんでね、確かに綺麗な川が流れてて、その横ぐらいに晴れるところが、下やったら川でテント張れますし、ちょっと上の方車に登っていったら、まあ、木と木の間でハンモック張れたりする場所もあるんで、まあ、いろんなあのシチュエーションでキャンプが楽しめるところだと思います。あと直火ができますね。ああ、そうですね、うん、なかなか直火できるところは少ないんですけど、まあ、直火でやるときはルールを守ってマナーを守ってあとはですね、水場がない。あ、まあ、そう、水場がないんで、トイレがありますけど、まあ、ちょっとその辺のあれは大変かなと思いますね。今紹介した2つは両方ともね、水場あって、まあ、クオリティジュース、そうですね、野営地だけあって、あんまその辺の施設っていうかあれは揃ってないかな。自然を楽しみたいっていう人向け、ファミリーで行くのにはちょっとおすすめできないかもしれない。ソロとかやったら、料金が結構安かったんですけど、あのおっちゃんいつもなんか、一緒に頭で計算して、何泊お車なんでやから何千円って、ほんまに合ってるか分からんけど、1人1000円ぐらいいっちゃいますか、そのぐらいですね。人が染めるのにちょっと取られるみたいな。あ、そうですね。まあ、このところで、まあ、どうしてもね、関西からなんで、こういうところになるんですけど、まあ、ぜひとも、参考にしてみてください。はい。はい、ということでね、あの、3つ紹介したんですけれども、まあ、これからキャンプ行こうかなと思って、場所を考えている方とか、ぜひとも、参考にしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。